県西部を走る天竜浜名湖線で外国人向けのインバウンドツアー調査が実施され、参加者たちが天浜線の魅力を探りました。このツアー調査は外国人観光客が天浜線を使って旅行した際にどんなところで魅力を感じたり困ったりするのかを調べるのが目的です。県内在住の外国人留学生などが調査員として1日天浜線の旅を楽しみました。どうですか、お味は？美味しいです。現状はほとんどちょっと見かけしなくなってしまいまして、実際に回っていただいた中で生の声聞けるっていうのは大変ありがたいなと思ってます。調査の結果は今後のインバウンドツアーの構築に役立てられます。